はい、こんにちは。ガタガタフィッシング佐藤です。今日もよろしくお願いいたします。今日はですね、白ひれタビラを夜探す水中映像、こんなところで寝てたのかということで、ちょっと今後ろにねファイルがあるんで読んだんですけども、こんな感じで今日は琵琶湖の湖内に生息する白ひれタビラですねの水中映像をお届けします。で、早速見てもらいたいので、どうぞ。はい、こんな感じで、この前のね昼間と夜の琵琶湖のね動画を見てもらったんですけども、まあその、時に実はこれですね、ニゴイの幼魚がいましたよみたいなね話をしたと思います。で、その隣にスゴがいて、そしてこちら、これが今回の今日の主人公である白ひれタビラというねタナゴの仲間です。で、まあ、タナゴといえばね、日本全国に、生息する、コイ科のね、小さいね、10センチ弱ぐらいのね、がメインの魚なんですけども、まあ、とてもね、昔から古来から、その魚釣りでね、小物釣りでね、とても、人気のある魚なんですね。で、なんといっても、なぜかというと、他の魚とはね、違って、ここまでね、なぜ釣りで人気あるかというとね、とてもね、綺麗なんですね。で、まあ、十数種類、日本国内にはいるんですけども、まあ、それぞれの地域に住むタナゴたちは、それぞれね、色がね、とてもね、得意な色を発するんですね。で、なおかつ、綺麗ということで、とても、人気があります。で、その中にこの白ひれタビラと、ね、呼ばれるコイ科のタナゴがいます。で、まあ、滋賀県琵琶湖ではボテとかね、ボテジャコっていう名前でねよく呼ばれている魚なんですね。なんで、まあ、滋賀だったらねタナゴっていうよりもね、おばちゃんおじちゃんとね喋るときには、ボテって言うとね、ああボテかってねすぐ通じると思います。で、この白ひれタビラなんですが、すごくね少なくなっている、タナゴの一つでもあるんですね。で、それがこんな感じで夜間には、潜ってみると、いるんですね。で、このポイントに潜ったのは僕は実はね正直言うと初めてだったんですね。で、そこでまあこの魚に出会えたんで、まあ、とてもね新しい発見がたくさん、個人的にはありました。で、これ見てもらうとね、これ僕のカメラもねこうちょっとね、なんとかリズムを刻むようにね、こう動いていて、魚も同じようにね、こう、ゆらゆら揺れてると思うんですけども、これ結構ね、湖岸の浅いところなんですね。なので、しかも対岸からね、向かい風が吹いているんで、ちょっと波があるんでね、どうしてもね、こう体がふら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 ね、波に合わせて動いてしまうので、ちょっと見にくい映像かなとは思うんですけども、見てもらいたいです。で、まあ、実際にこうやって見てみると、オイカワもね、湖内に住むオイカワもね、たくさんいました。で、なかなかこの止水域に生息するオイカワって、そうそうないね、意外と見ないんじゃないかなと思うんですけども、まあ、実際には河川や水路だけではなくて、こういったね、湖の湖内にもね、オイカワいるんですね。で、まあ、白ひれタビラの方へ戻るんですけども、まあ、こんな感じで、割と浅いところに見られます。で、これまでね水中カメラ入れたり潜ったりしてね潮干狩り見てきたんですが、その時にねとても印象に残っ今回と対照的なのは、あの時は群れでねいること多かったですよね。で、それは全て昼間です。で、季節も、まあ、それぞれ、ね、の状況もあるんですけども、こう今回夏の、こういったね琵琶湖が潜ってみた時に晩見られた白ひれタビラはもうほぼ全て、単独で寝ている、個体だったんですね。はい、でこんな感じでこう波に揺られながらね、こう青緑がね石に、付着している間にねこうやってくっついてます。まあ、ただね今回はねこうやって追いかけていくとどうしてもねこの水中ライトがこう長時間当たるんで、だんだんねこう動きが活発になってきちゃうんで、目を覚まし始めたかなっていうねタイミングがやっぱそれぞれの個体にあるんですけども、まあそれでもまだフラフラしてね完全に目覚めてはいないようなんで、
こうやってね、ゆっくり撮影ができました。でこれは白ひれタピアに限らず、他のアブラボテやヤリタナゴとかね、タナキヤ族のアブラボテ族の魚を、ミヤコタナゴもそうですけども、そうですし、バラタナゴ族ですね、ロデウス族の大陸バラタナゴや日本バラタナゴ、風トゲや水源とか、水源は風トゲかな、もそうですし、このタナゴ族のね、タビラの仲間たちやカネヒラとかね、ゼミタナゴもそうだなとかもね、みんな同じなんですけども、やっぱり夜間は、こういった感じでね、完全にね、寝ています。なので、昼間との、ね、差をね、見てもらうとよく分かると思います。で、こちらはね、この前も紹介したカネヒラですね。同じタナゴ族、ハケイロブナタス族のカネヒラでした。で、これは手前がカネヒラで、奥が、白ひれなんですが、こう衝突してね、あんまびっくりして、2つが分かれちゃうんですけども、たまたま、並走して寝ていました。で、手前に来たのがカネヒラだったんで、ちょっとしばらくね、カネヒラを追いかけたんですけども、とてもね、カネヒラも綺麗な魚ですよね。で、このチャンネルでもたくさん紹介しています。よかったら見てください。で、この時にね、カネヒラは割と少なかったんで、ちょっとカネヒラの方行ったんですけどね、その後、白ひれを追いかけてみると、こんな感じでね、見ました。で、もう産卵期はね、当然春産卵なタイプなので、もう春終わっちゃってるんでね、婚姻色と呼ばれるね、オスの綺麗な部分があまり出てないんですけども、それでもこの尻びれといってね、お腹の下のね、ちょっと後ろのね、長細いね、ひれがね、基底部が黒く染まって、でその縁がね、今度白くなるんで、白黒のね、綺麗な尻びれがまだ少し残ってるかなというところですかね。あと腹びれですね、その前もね、少し白くなりますよね。でこうやって見てると、やっぱり最終的に何かね、こう水草、クロモや青緑、それから青緑に覆われたちょっと大きめの石なんかにこうぶつかって、そこにね、少し落ち着くっていう感じが多かったかなと思うんで、やっぱね、障害物にね、それなりにこう寄り添う形、これを手前にもね、1個ありますよね、はい、そんな感じで、フラフラして夜を過ごしてるんじゃないかなと思います。で、まあ、この琵琶湖内の白ひれタビラは、基本的に、昔たくさんいたんですね。で皆さんも、ご存知の、市街の、ね、中心部である大津市の、ね、浜大津とかね、あの辺今すごく栄えてるんですけども、あの辺にもたくさんね、実は湖岸ね、覗くと、プッと下を覗くと、白ひれがいっぱいだと。でなおかつそれとね、もう一種類ね、同じタナゴ族の、一文字タナゴと呼ばれるね、タナゴもそこにね、もう、溢れるようにたくさんいたというのを、当時を知る方たちからね、何度も聞いたことあります。で実際に本当にいたんですね。でそれが、ブラックバスの導入と、水質の変化、環境の変化がどんどん起こったことで、その姿がね、消えちゃうんですね。それから数十年、徐々にこう減っていって、徐々にというか急激に減って、で本当にね、もうごくごく一部になってしまったんですが、その後、なかなか見つからない、ね、年月があって、で少しねしたら琵琶湖のね、この北の方のエリーでもですね、紹介しているエリーに入って、でそれがね、琵琶湖博物館にもね、来て、で僕も一回取りに行ったことがあります。で、おー、白ひれやと言ってた時代があるんですね。でもそれぐらい少なかったです。でその後、2000年ぐらいに入る頃に、あるね、内湖でね、一気にね、白ひれが湧いたことがあって、かなりの数がね、ぐしゃっとこう取れる、ガサガサで取れるぐらいね、増えたこともありました。ただそれはワンシーズンだけで、またピタッとね、激減したんですね。でこれを知ってる人はね、ほとんどいないんじゃないかなと思います。でその後、減ってたんですが、だんだんね、報告が増え始めて、で北湖、
ね、北の方の奥琵琶湖の方でちょろちょろ見られるようになって、それが安定し始めて現在に至るという感じですね。で、僕の感覚では、わずかながらですけど、増えている状況に今はあるのかなというふうに思ってます。ただこれがいつまで続くのか、またね、減っていく方へ進むのか、それともさらに増えていく方へ進むのかっていうのはね、こればっかりは見守っていかないとね、わからないんですが、まあそういった意味でも、例えば乱獲とかね、よく言われるようなね、必要以上に取ってしまったりとかね、あとはバブラクバスのね、がブルギルが、ね、今以上に増えてしまうとかね、いろいろな、あと水質のね状況もありますし、もう本当にいろんな条件が、悪い方へ進んでしまうと、潮干狩りなんかまたね姿を消してしまう時代が来ちゃう可能性がとても高いんじゃないかなと思うんで、こうやってね琵琶湖で見られる潮干狩りが見ながらね、ずっとねそんな状況が続いてくれることを願いたいなというのがね、このガサガサ好きとしてはあります。で、今回も潜水では一切玉網を持ってないんで救わなかったんですけども、まあ、実際には相当ねいれば救えるかなっていう状況なんで、まあ、それだけの数がいたんですね。ただ昼間とは違って、先ほども言ったように大きなね塊群れですね。で、僕が見てきたのは数匹から多い時で5、60匹ぐらいの群れだったんですけども、まあ、そういった群れで、泳ぐことはなんかなさそうだなという感じですね。で、なおかつあともう一つ言うと、ここからこれ浅いんですけども、例えばこの前紹介したね、1メートル、2メートル、3メートル、4メートル、5メートルのラインでこの白ひれは夜間に確認はできませんでした。ということで本当にね立った時に、胸から膝ぐらいまでのね、まあ、結構な範囲があるんですけども、本当に浅いところに夜間過ごすのが今の白ひれタビラなんじゃないかなという感じですね。まあ、ただ本当に深いね20メートル、30メートルのね、湖底に、生息する個体も、まあ、絶対いると思うんで、まあ、それはそれでねそっちで多分晩を過ごしてるんだと思うんですけども、そんな状況じゃないかなということですね。なので、まあ、僕個人としてはねガタガタ好きのね、おっちゃんとしては、この夜にね白ヘタビラが、サデー亭、そしてサレキ亭ですね、そして、まあ、藻がたくさんあるところだったりとか、まあ、もう同じねエリアではあるんですけども、こういった場所で白ヘタビラが見られたことがとてもまあ、嬉しく、すごくね感動した一日だったんですね。はい、まあ、こんな感じで、ちょっとねいろいろ喋って本題に入ろうかなと思う時に、ね、終わっちゃうんですけどもね、こんな感じで、白ヘタビラが見れました。はい、かっこいいです。今度は琵琶湖以外かな。はい、ということで今回はこんな感じで、もうちょっと動画終わっちゃったんですけども、とりあえず白ひれたびらが夜ねどうやって過ごしているのかなっていうのは、多分ほんまにこれね見たことある人ってほとんどいないと思います。で、僕が知る限りね、よくインターネットにね、出ているあの潜水が好きな人たちは数人知ってるかなと思うんですけども、これはねぶっちゃけ見たことある人ほとんどいないと思います。で、実際白ひれたびらはこの琵琶湖だけではなくてね、この下流域大阪湾に注いでいる淀川までね、分布しています。で、実際僕も淀川のね白ひれたびらは、若い頃、結構取ったことあります。で、家でもね飼ったことがあるんですけども、とてもね好きなタナゴの一つです。で、他にはあとはノービヘアにもいるんで、例えば岐阜県とかね三重県で、僕は三重県の個体は何度か見たことがあります。それからあとは、まあ、いよいよ淀川からね西の方ですね、この山陽地方の方にね進んでいくと、そちらのエリアにもいるんですね。で、僕は岡山県兵庫県のは見たことがあります。ただ、まあ、そちらの方でも数がね多分減っている状況だと思うんで、その辺をね理解して、ガサガサ釣りをしてもらったらいいのかなとは思うんですけども、まあそれぞれの地域で、その魚種の、生き物の扱い方っていうのはね、
違うと思うんで、その辺をしっかり見極めて水辺に入ってもらえればなと思います。はい、でこれはもう本当にね、それをね、扱う人の心次第で全てが変わると思うんで、そこはよろしくお願いしたいなと思います。まあ偉そうなことは言えないんでね、これ以上は言いません。はい、であと、まあ、四国にもねいるそうなんですけど、僕は四国の個体はまだ見たことがないんで、ちょっとねコメントもしようがないです。まあ、一回ね出会ってみたいですね。はい、ということで、今回は白ひで紹介したんですが、実はこの後にもね、またね潜水をして、今度手づかみでね、白ひで取っちゃうとかね、そういうシーンもあるんですけども、まあ、それはまた違う ところで、ちょっとね、また違うところで、なおかつ違う日なんですけども、またそういうのもね、まだ編集全くやってないんで、編集が終わったら紹介したいなと思います。ということで、今日は、まあ、僕個人的にはかなりレアな映像だったと思います。でまだね話足りてない部分がいっぱいあるんですけどもね、ちょっと映像終わっちゃったんで、今日はここで終わりにします。ということで、今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。それではまた、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。